小さいブース、小さいブース、小さいブース、見つけた。上松浩二の美の説教部屋へようこそ。美の説教部屋では毎回ボーチェストの小さいおぶしちゃんたちをお迎えしてお説教しちゃいます。さあ、続いてファッションのことについてお話を聞いてみましょう。りなちゃん、今日のファッションのポイントはどんなところでしょう？ポイントはまずなんかできる限り同系色は意識しようかなっていうのと、あとなんか柄パンツ流行ってるらしいっていうことを小耳に挟んだので、うん、っていうのは意識したんですけど、うん、じゃあ同系色にした狙いっていうのは何？なんかまとまるかなと思って、ちょっと無難な服装しかいつもできないので浮かない程度の服にしようかなとね、そんな研究してるからってさちょっとこうね、まあ、まとまってもいるしきちんと感もあるけど、言いたいこといっぱいあるぞ聞いちゃう？聞きたいです。まあ、じゃあ細かいこと言う前に、はい、ちょっと診断しちゃいます、はい、彼女のファッションは題して、農作業中の旦那に冷たいお茶を持っていく妻はい、笑うところだったんですね今そうなんです。あのね、今日のね感じはね、そんなすごくいい言い方するといい妻のね雰囲気がするんですよ。シックで控えめで、なんかお金遣いも荒くなくて、まあでもね、なんとなく分かってくれたと思うんですけど、ちょっとこの柄のねポイントだって言ってる、この柄のパンツがモンペっぽい。確かに。さあ、それでは小さいおブスちゃんをモテに改造しちゃおうと思います。ミラクルくるくる。お洋服の方はスタイリストの後藤ひと子さんがちょっと改造をねしていただこうかなと思うんですけれども、よろしくお願いします。見ていきましょうかね。すごく印象が変わりました。はい、まず先ほどまで着ていたニットを、これはトップスブラウスといいますか、不白の素材のものに変えているんですけれども、あの光沢感が、ね、あるというところで、さっきのニットのぼやっとした印象が光沢感のある洗練された雰囲気に変わっています。お袖も大胆にノースリーブでね、こうお腕を出すことで肌見せの女性らしさがアップしていると思いますよ。そしてこう大胆なね、このキラキラ大ぶりアクセを持ってくることで、よりお顔が華やかになるということですね。素敵。見てください、この後ろ身頃がね、こうちょっとこう長めになっていますよね。このお尻がねすっぽり隠れるというところで、ね、気になるお尻も隠せちゃう。そしてこうねバランスも横から見ると分かりますよね。すごくこうすっきり前が短くて後ろが長いというところでバランスも良くなっていると思いますね。肌見せというところの決め手は足元です。ね、これだけお肌を見せてあげて、ヌーディーな足元を、ね、見せてあげることで、より女性らしさがアップしますよね。でパンツはくる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 っとロールアップすることで、より肌を見せることができるということですよね。でもこれだけ見せてもね、出しすぎで恥ずかしいってないですよね。ないですね。自然な感じで全然取り入れられるなと思います。わかる。さっきまでのはズボンって感じだった、ね、こう横から見たりとかした時もね、このアキレス腱の部分というのがとてもすごくすっきり大人っぽく見えてると思いますよ。というわけで大成功。詳しくはボーチェ10月号の上松浩二の美の説教部屋をチェックしてみてください。それではバイバーイ。